こんばんは。結構久しぶりです。アイライン綺麗。嘘、綺麗？嬉しい。ここだけ編んでます。そう、まだ背景のやつがね、バレンタインなの。コンサート前が最後か。結構だね。めっちゃ、今日はなんでこんな漏れてるのかというと、目に入ってるんで、遊びっていうか、ママとお出かけに行ってて、そのついでに、その時につけてたものなので、ちょっと外すのもめんどくさくてつけてるからです。だからいつもよりも見えるだけです。なのから、これ、フランミーのこれです。これの、これはキャラメルパイなんだけど、これは違くてきなこロールをつけてます今。ということです。そう、ムバーグ食べに行ったの。オムバーグを食べに行ったんです。美味しかった。25、26行く。嘘、嬉しい。そう、カラコーニングです。なんだか急に、これ入れてるからだと思います。全然オムバーグは並んだんですけど、すぐでした。もう一瞬だった。そのシリーズ人気な場所。そう、人気だと思いますね。先週友人とパチスロの DM 見てる。リンクちゃん可愛いな。嬉しいです。ありがとうございます。メイク全然パッチリじゃないですよ。アイラインと、これはまつげは松葉の上にビューラーしただけで、ラメはここにちょっとついてるだけ。これだけですよ。トリップ。そう、天神の方にありますね。ね、フラミンゴ出しますね。ちなみに友人は俳優さんなんだ。あ、すいません。俳優さんなんだ。素晴らしい。初めての星は一生リンク見てる。嬉しい。ちょっと緊張するな、それは。ちょっと待ってね。そう、初めての星はえぐっちゃんとペアで歌うところがあるんですね。花道で、その時の振り付けを毎回変えてるので、そう、何度も怒られていたのにワクワクするのはなぜだのところを毎回いろんな風にアレンジしてて変えてるので、よかったらそこ見どころポイントなので、私たちが歌ってる時は私たちの方を見てくれると嬉しいです。友人が言ってたけど、リンカちゃん舞台を見てる。本当？嬉しいです。こんばんは。そう、ワクワクのとこ。ね、先週ここ定期来てくれてありがとう。今週末は行けないけど、来月の関東喋り会か。ありがとう。そう、えぐっちゃんと決めてます。毎回決めるのギリギリで、本当に出る直前に決めてるから。そう、ギリギリです。ありがとうね。毎回リンク落ちちゃってる。嬉しい。変な家ね、私も見たけどめっちゃ怖かった。26日は5点時ありがとうございます。そう、髪伸びたんですよ今、伸ばしてるので。
来週お話しよろしくお願いします。私はこの前入った2回とも100年先でも一生がむしろ嬉しい。そっか、しそう早くない？緊張する、なんか久しぶりでみんなと話すの。てかコンサートでくれたボールの嬉しい直接だ、ありがとう。なんとか予定合わせて友人連れて公園行くね。とりあえず同伴を設定しました。嬉しい、ありがとうございます。来てください。ありがとう。お話し会の衣装とか何か企画、全然ね考えてなくてやばいですよね。お話し会の衣装もなんかもうどうしようって思っちゃって。何がいいとかありますか皆さん。何どういう系が見たいとかあります？変な意味ね、私も大好きなの。嬉しい、お世話様だから。まだですね、ちょっと待っててください。プラスでニカちゃんも分かんないですね。私もギリギリまで分かんないんですよあれ。そうユイナはね、なんかユイナと一緒に変な夢見に行ったんですけど、すごいなんか怖い夢を見ちゃったらしくて、私は全然なんだったんですけど、そう怖かったです。ニカちゃんのボールを始めました、ありがとうね。再来週コンサートやばいんだけど、私もうまだまだ全然全然まだできてないよ。全然本当にやばいです。いやもう本当にちょっとやん、やばい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 。 あそこ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 、大丈夫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 。この前、この前お手紙出したから来週の話し会までね。ありがとう、見るね絶対。来週土曜日何とかでもと、あ、嬉しい、来てください。今月は今週も手がいるわ、シューリングじゃないと嬉しい。嬉しい。4月5日のパシュドラ当たってユナちゃんと一緒になってたね、言ってた、夜8時点だからって。制服はね、どうしようかなと思って。別に高校2年生のさ制服見たいですか？福子ココアは、藤子ココアはあの高1になったから高校の制服みたいな感じで着るじゃないですか。私はなんか別にもういいかなって思っちゃったんだけど、どうかな、シックな感じ、パジャマ。ちょっと待って、ちょっと待って、普通にね、やっぱ春の私服でいいよね、やっぱり。待ってね、みんないっぱいコメント送ってくれて嬉しいです。やっぱみんな現役の時に見たいと思うんだ。ごめんね、全然ちょっとコメント読めないと、あの見てますね全部。そうなんだね、やっぱり。でもやっぱ高校の時なんだ、高校やっぱ現役の時に見たいですよね、やっぱり。でもね、制服どうしようかなって思ってるけど、普通のもう春服にしようかなって思って。どうしようかなって感じですね。どうしようという感じです、迷い中、迷い中ですね。あ、そうです、こっちも三つ編みです。これは全然普通の三つ編み。ニカちゃんと話したらそれでリナちゃん、ほんとに？春服に、春服にしちゃおっかな、普通の。
三つ編み自分でします。いつもお見送りの時嬉しいです。本当にギャロリンク、え、全然ですよ、全然ギャロじゃないです、全然違いますよ。桜が可愛い、この桜がキラキラしてるの可愛い、ありがとうございます。いっぱい本当にもうどうしよっかなって、もういろいろやらないといけないことが多すぎて大変ですけど、頑張りますね、みんなと会えるなら。まだ寒いね、寒いな、今日はね、でも暑いんだよね、今日めっちゃ暑かったの。ゆいなちゃんと出かけした時のゆるふわも、本当ちょっとね、あれ初めてで、この三つ編みはしてるんですよ。でそれに巻いてるんですけど、初めてやってみたんですけど意外と良かった。なんか、これの脈で毎回名前を呼んでくれてると、いや全然です、こちらこそ。あ、クッキーのりんかちゃん、かわいい、本当ですか、嬉しい。クリーナさんがさ、デザインしてくれた、デザインというかプロデュースしてくださったあの着ぐるみの衣装が可愛くて、いっぱいなんか選べるんですけど、自分で、私はもうタイガーにしましたね。やっほー。野球見に北海道来てるけど、ま、やっぱまだ北海道は寒いよね、まだまだ寒いですよね、北海道は。寅年じゃないですね、私。あ、そういうこと？今年が寅年？え、今年寅年じゃないよね。私はイノシシ。タイガーにやってた、本当ですか？タイガーに可愛かった、本当？ありがとう。嬉しい。みんななんか好評で嬉しい。3月31日のお話し会で久々会えるから嬉しい。よろしく。よろしく。久々じゃん、本当に。りんかちゃん選べた、ここっぺに、選べたんですけど、私めっちゃいろんな種類あったんだけど、選べたんだけど、でもクリスマスの時のトナカイもかかった、本当今日めっちゃかわいい、ありがとう。これ春とお塩はもちろんだけど、りんかちゃんのパフォーマンスを見てる、本当に努力が分かる、本当にありがとうございます。サプライズレーン来て、サプライズレーン来たーいけど分からない分からないのよ。そう、分からないんですよね。ああ、ここっぺはみんな先に来てたのね。私はね、撮影がちょっと早くて、全然余ってたので、みんなサプライズレーンに行かなくても私のレーン、個人レーンにも来てよ、個人レーンにも来てよ。関西出身だからトライランドだかなと思っちゃった、正解、あ、ごめんなさいね、何回も正解。こんばんは、やっと来週なら、嬉しい、早おうね、早く。こじれもあるよ。え、本当に？ありがとう。ちゃんと撮ってるよ。ありがとう。個人で行く前提の話だから、ありがとう。みんなありがとう。個人で行きますよって言ってくれてありがとうね、みんな。優しい。心優しい。優しすぎる。なんか子供ありがとね、友達めっちゃ楽しかった、本当に。なんかさ、
なんか私って私のファンの方来てくれるじゃないですか。なんか恥ずかしくなっちゃうんですよ。レッスンを送るっていうか、レッスンを送るのが恥ずかしくなっちゃうタイプなんですね。だからなんか私のうちは持ってくれてても恥ずかしくて目が合わせられないんですよ。なんかわかります？この気持ち。なんかわかんないけど恥ずかしくなっちゃうんです。恥ずかしくなっちゃうんですよね。なんかレッスンしたいけど恥ずかしくなっちゃってなんか目合わせれないんですよ。目合わせれなくてなんかたまになんかピースしてとかハートしてとかあるじゃないですか。そういうのもなんかしたいけど恥ずかしくてできないんです。そう、身内にレッスン送ってる感じになっちゃってできなくて、でそれでね、なんか持ってくれてたの、そのお友達もね持ってくれてたんだけど全然目合わせれなくて、で最後に見送りで皆さんにファンの皆さんに伝えたいこともあんまり伝えれない状態でちゃうから、そうだから本当になんかもう次来てくれなかったらどうしようとか、私がレスしてなくて次来てくれなかったらどうしようとか、ああ嫌いになったらどうしようとか思っちゃうんですけど、そういうことなので、本当に来てください。私知ってるんで、皆さんがいることは本当に私結構視野が広いタイプなんですね。もう向こうの果ての果てまで見える、端から奥から手前から全部見れるタイプなんですけど、そう、もういることは分かってるんですけど恥ずかしくてできないんです。そうだからよね。で、それで、そうなっちゃうタイプなんです。だから本当にそういうことです。です、そういうことです。なので悲しまないでください。私のお話し会とかに来てくれたら全然1対1なので話せるんですけど、みんながいる前でできないんです。ダメですよね。そういう仕事がアイドルなのにできないので、もうちょっと頑張って克服していきますね。です。これを言いたかったの、ずっと。言う機会が。そう。言う機会がなくて今言ったんですけど、いるのは分かってるので大丈夫です。う、これをね前ねみんなとね話してたんですよ。みんなと6期生数人と話してて、そう、6期生数人と話してて、私はこうなっちゃうんだよねみたいな、こう思っちゃうんだよねみたいな話をみんなでしてたら、え、そうなんだみたいな、でもわかるかもみたいな話をみんなでしてて、そういう話をしてたから、アドバイスはもらえてないですね。みんな、あ、そうなんだ、みたいな。
今期生も入りますからね。また見に来てくれるらしいけど、あ、よかった、嬉しい、また来てください。こんばんは、みんなこんばんは、ありがとう来てくれて。企業秘密かも、みんな。だからちょっとずつ克服していけるようにしてるので、まあ楽しみにしててくださいっていうお話。なんかみんな結構ねしてるからすごいなって思いますね。そう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 、すごいなって。公演でパフォーマンスがメインだから理想を上げみたいなもんだよね。そうね、やっぱでも白いシャツとかさ、そういう曲は結構レス系じゃないですか。レス系の曲だから、最後の曲でそういう時は皆さんのことを見ます。アクエンション見てみたら出てたんですけどね、一時期結構出させていただいたんですけど、今目送りでの対応が抜群なので大満足だから。本当ですか、嬉しい。お話し会でいろいろね、お話し会でみんないろいろお話ししましょう。本当に本当にお話ししましょうね。みんなお話ししましょう。お話し会来てください。結構話しやすいタイプだと思いますので、話はつきません。私が話を続けます。なので、またおにぎりの好きな具だね。話しよう。何でもいいですよ。もう何でも、もうあの好きな食べ物、好きな飲み物、好きなとことか、好きな場所とか、そういうとこ何でもいいのでお話しましょう。いつかなね、長話もしたいよね。同期と公園とかで絡んだのも好きだけど、先輩とわちゃわちゃしてるのを見るのが好きです。おお、お話のリード、あ、頑張ります。リンクちゃんお友達、本当に嬉しい。お友達みたいな感覚で話してください。全然、明日は来週繋いでくれ、いってらっしゃい。かっこよくなってきてください。もっと寿司は東南アジア発祥だって今日知り食ですね。え、そうなの。ツナマヨと明太マヨについた熱く語ろうか。いいね、いいよいいよ、対抗しよう。握手会復活してほしいね。やったことないからどんな感じなんだろうね。緊張するからおでこ見てるね。見ててくださいよ、全然どこでも見てください。友達たちに話すんで、お互い敬語な、お互い敬語。握手会よりお話し会緊張します。そうなの。今日びっくり亭の関東バージョン食べてきて、びっくり亭、そうなの、あ、そんなのがあるんだ。
なしに、敬語はなしにできないかも。敬語をなくしてほしいんだったらなくすけど、ちょっと難しいですね。まだちょっと皆さんのことをね、ちゃんと大事にしてるので、敬語から外すのにはちょっと緊張しますね。それはそうかも。藤子君は何に対する、普通に恥ずかしくない？こうやって見て、そうだよね、ありがとうみたいな感じってことでしょ。無理かな、無理かも。好きな女優さんは誰ですか？私は、橋本環奈さんと石原さとみさんですね。ちょっと王道系なんですけど、緊張しないでよ。敬語だとき、あれ、まあ敬語じゃないときもありますよね、たまには。夜勤してくる。あ、頑張ってください。どんな映画が好き？全部大好きですね。いろんな映画好きです。今日ホームアローンを見たんですよ、初めて。めっちゃ面白かった。なんか今日雰囲気大人っぽいの、ありがとうございます。私開演中までは緊張すんないけど、会場着いてから胸が来る。わかるかも。かわいい、ありがとう。ヘアオイル使ってないです、私。すいませんね、全然もう髪パサパサで、ヘアオイル何も使ってないんです。5か6まで、私ホームラン、まだ1しか見てないんですけど、1でだけでもう面白くて最高でしたね。レイアちゃんみたいに寝癖すごいとかある？寝癖っていうか、なんかもうここがもう超こんくらいに跳ね、なんか後ろの毛がよく跳ねるんですけど、後ろの毛がこう跳ねてるっていうのはあるんですけど、ここら辺はあんまないですね。レアちゃんも寝癖はそんなすごくないですよ。前園ゆらちゃんが1話前にサイコパスになってる。もう本当にミクさんやばいですよね。私も全部見てます。まあまあ、ホームラン昔からよくあるよ。リンクこの前大分、行った、行きました、大分ね。罠を考えるのすごいよね、その時より。そうなの？そうなの？すれ違ってたんじゃない、もしかして。でもそんな、銀髪っていうの、銀髪白髪なんていうの、銀色の髪の毛みたいなのは見なかったから、多分すれ違ってないな。惜しかったな。眉毛は寝癖つか、眉毛寝癖はつかないです。もうとっくに大人になっちゃったんだ。そう、この里帰りでちょっと疲れてたんですけど行きましたね。明日近づいてきますね。頑張って。
楽しい、頑張ってじゃないよね、楽しんできてください、ありがとうございます、一致カットしてくれて。別府の、え、別府の方も行ったんだよ私。だって地獄堂、海地獄とか行ったもん。別府の方も行ったけど、そこら辺しか行ってないから全然歩いてないです。車の移動しかしてなくて、ずっともうそっちの方しか行ってなかったから。そう、地獄巡り、地獄巡りだ、地獄巡りしてたから。そう、それで初めて大分県行きました。あ、そう、血の池地獄だ。広島行ったことありますよ、家族で。広島私好きです結構。お泊まり行きましたね、旅行。温泉はね入ってないんだよね、あの湯布院の方で入りました。ドライブで聴きたい曲、ドライブで聴きたい曲なんだろう、ある、なんかあんま曲聴かない。おうち系よくドライブ、ドライブはしないですね。旅行行くときに車乗っていくだけなので、別に車にドライブっていうの、それってわかんないけど、旅行行くときに車で行って、その時になんていうんだっけ、パーキングエリアとかで寄るだけなので、全然ドライブなの？温泉、多分温泉プレ全然食べてないですね。そう、200円の温泉がある、あったの。その時認可の、その時認可しの友達も一緒に会ったけん、会いたかったね、会ってたかもよ、もしかしたらワンチャンこうすれ違ってたかもよ。私ファンの人に声をかけられたことがないんです。結構私あの帽子かぶらずに普通にこの感じの、私も今日こんな感じで行ったんですけど、本当にこの感じで行ったのだけど、どこに 誰にも遭遇しないし、やっぱみんなお仕事されてるから誰にも声かけられないの。でもファンの方からはなんか、リンカちゃんをこの前見かけましたとか言われるんだけど、私は全然気づかない。でも一回だけ声かけられたことがあって、女の子に。嬉しかったですね。旅行結構します。来週の話から兵庫から来る、兵庫から車遠いですよね、気をつけてきてください、ありがとう。あ、パジャマドライブか、そこはパジャマドライブ、あ、パジャマドライブ聞きたいな、パジャマドライブかな、やっぱドライブで聞くには。フェスの後駅で見たことあるけど、これ、あ、そうなの、会釈じゃ分かんないかも。会釈じゃちょっと分かんないかもですね。化粧水とかは無印の高保湿タイプの化粧水使ってます、透明の。熊本はね、そのお披露目の時しか行ってないから全然観光してないですね。私はメンバーと会ったらプライベートだから声かけず、お、素晴らしい対応ですね。で、生誕 T シャツで歩いてるのでやばいかな、やばい、あ、じゃあ見つけられるね。将来車の免許を取りたいですね。京都駅で見た時はメンバー見ないとか、それはそうよね、確かに。そういうフェスの時はね、だいたい見つけれるのって、なんか大勢で固まってるから。
もしりんかちゃん見かけたらお疲れ様ですって、これお疲れ様ですじゃなくて、なんかりんかちゃんみたいなの声かけてほしいですね。いつも応援してます、頑張ってねぐらい がいいかな。お疲れ様ですはなんかさ、怖くない急にお疲れ様ですみたいな言われたらさ、え、誰みたいになるから、名前とか言ってくれたらわかるかも。外でダンスの振り練習することある？ファンが見たら気づかれそうだけど。外でないです。ないです、ないです。外でダンスの振りを練習することはないです。動画を見ることはあるけど、振りはやらないです、さすがに。地頭絵さん見かけたけどオーラ、やっぱそうですよね。私オーラないんですよ、本当に。ママにも言われるの。リンカってオーラないよねみたいな。街で多分すれ違っても分かんないよって言われるの。オーラないんです。だから多分みんなといっぱいすれ違ってる、絶対。みんなが多分気づいてないだけで、みんなといっぱいすれ違ってます。ね、お疲れ様ですはスタッフだよね、さすがに。声かけて誰やねん、誰やねんは言わない。ありがとうっていう。もし誰か分かんなくてもね。検索したらあれって言っちゃうかな。言っちゃいそう。オーラかす、え、隠してるんじゃなくて、本当にないの、オーラが。ママにも言われるから、もうない。オーラないの。普通の、もうそこら辺の人みたいな。そこら辺の人って言ってるの、言うのもあれなんですけど、なんか違うの。本当になんか、先輩たちのようなオーラがないんです。挑戦してみたい楽器、私は結構楽器何回かいろんな楽器触ったことあるんですけど、私本当に吹奏楽部に入って、一番やりたかった楽器がサックスなんですよ。サックスがどうしてもやりたくて、私サックスを第一希望にして、第二希望フルートで、第三希望がパーカッションだったんですね、打楽器だったんですけど。そうだったんだけどね、だけど、なんかもう、なんか同じお姉ちゃんも吹奏楽部でパーカッション打楽器をしてたんですけど、それが担当してた顧問の先生が同じ先生で、お姉ちゃんの時と。私のことも知ってくださってて、でそれでもうサックスの適性検査っていうのがあってね、適性検査があって、サックスもフルートもパーカッションも全部 A だったんですよ。全部のテスト A で。そう、すごくない？サックスもフルートも打楽器も全部のテストが A だったので、いやもうこれはワンチャン全部 A だから、ワンチャンサックスかフルートいけるなって思ったの、自分で。あ、ワンチャンサックスかフルート、もう第一希望第二希望だし A だから、あ、いけるわみたいな思ってて、しかもパーカッションを希望してる子が多かったの。そう、パーカッションを希望してる子がめっちゃ多くて、第一希望で。だから、あ、これはもうみんなパーカッション行ってるから、サックスとかフルート希望全然いないからいけるわって思ったので、そしたら途中でなんかホルンが来て、ホルンの適性検査にやってくださいみたいに急に言われて、で「あ、ホルンですか」みたいなやって、マッピっていうのがあるんですけど、そのこうつける、口にブーってするつける先っちょのとこをマッピって言うんですけど、こうマッピの吹く適性検査みたいな、鳴らせるんですよ。なんかこうやってして鳴らせるやつがあるんですけど、唇を震わせて鳴らすんですけど、それを鳴らしてくださいみたいに急に言われて、3人ぐらいで一斉にやるんですけど、あ、マウスピース、そう、マウスピースです。そうでやるんですけど、3人ぐらいでやるんですけど、そう、3人ぐらいでやったんですけど、私それも A だったんです。だから急にホルンも A になっちゃって、あら、ホルンも A になっちゃったみたいな感じで、やばくて。で、その3人ぐらいでやった時に、私1人だけ A だったんですね。私1人だけ老けちゃって、
じゃあホルンにつけてみようと思って、先っちょホルンにつけてホルンを持ってうーって吹いてみてって言われて、うーって吹いたら鳴って、それも A だったんですよ。おーすごいねみたいな、先輩とか顧問の先生におーいいねいいねみたいに言われて、あ A になっちゃったって思って、でその後にもうでもホルンはどうしてもやりたくなかったんです。あのトランペットとかトロンボンとかホルンとかあのやりたくなかったんですよ。私はもうどうしてもどうしても木管の木管楽器のサックスとかフルートとかが吹きたいって思ったので、吹いたんです。でも本当に第一希望お願いしますお願いしますって思って、いざはいじゃあ、新1年生の楽器の割り当てを発表したいと思います。じゃあまずフルートからって言われて、あやばいお願いしますって思ったら、あの2人しか名前呼ばれなくて、あ名前呼ばれなかった、あま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 あでも、で次ピッコロ、あピッコロはいないんだ、ピッコロいなくて、で次まあいろいろあって、でその次にまあ木管楽器順で、まあ、あのクラリネットとかあったんですけど、次サックス来ました。サックス怖い怖い怖いって思ってたら、まさかの名前呼ばれず、でその次ホルン来ました。やばいホルンで名前呼ばれちゃうんじゃないかな、ホルンで名前呼ばれないかな、どうしようって思ってこう願ってたんですけど、名前呼ばれなかったんです。であれ私あと何があるって思ったら、一番最後にパーカッションに呼ばれるんですけど、最後の最後まで呼ばれなかったんです。ああじゃあパーカッションかってなってパーカッションになっちゃったんです。でも第三希望にしてた私が悪いなと思って、書かなければパーカッションになってなかったんですよ。パーカッションになってる未来じゃなかったんです。そうでも私どうしてもクラリネットとオーボエはどうしても音が鳴らないんですよ。そう、ま、もう本当にクラリネットとオーボエだけは本当に本当に音が鳴らなくて、私そうマジで音が鳴らないの。だからもうそれは絶対なかったから全然安心なんですけど、本当に無理なの。そう第三希望が通っちゃったの。うん悲しい。そうだからね、打楽器30種類も弾けるんです。そう、そうマウスピースでね、ツボが、そうそうマウスピースをなんかこう頑張れば吹けるんですよ。クラリネットもオーボエだけが本当に音が鳴らなくて恥ずかしくて、先輩が1対1で教えてくれるんですけど恥ずかしくて本当にできないの。だからその2つはもう全然なくてよかったんですけど、本当に吹ける人すごいなと思うんだけど、でトランペットも B 評価だったのね。なのにホルンは A 評価で、同じなのにね形は。でトロンボも B ぐらいだったので、 UFO は多分 B ぐらい、だらその金管系がもともとなんか B ぐらいだったね全部。ホルンだけ A で、チューバも B だったんですけど、ホルンだけ A でパーカッション A、 サックス A、 フルート A だったの。でもあのクラリネットとオーボエは C 評価、 ABC 評価で C だったんです。本当に無理で。そうだからもうレイヤちゃんはすごいと思います。いろんな楽器を弾けるのはすごい。1年で決まったら卒業まで帰れないです。でなんかパーカッションって私の学校は決まりがあって、中学2年生の後半ぐらいからしかドラムをね弾けないんですよ、叩けないんです。そういうなんか文化みたいなのがあって、中学2年生の後半だから3年生の先輩が卒業する前ぐらいからしか弾けなくて、えありがとうねヨッシーさん、ヨッシーさんありがとう。そうドラムが弾けなかったんですよ。で私は
中3の中3の6月くらいにこっちに引っ越してきたんですね。そうだからもう本当にちょっとしかドラムが叩けなかったんですけど、でもドラムを叩いたんです。あのドラムを 2曲ぐらい演奏したことがあって、ドラムで、そう、それだけでなんかもう嬉しくて、2曲弾けるだけで。そうだから本当は私文化祭とかでも吹奏楽部の演奏があって、ドラムでこう叩けたんですけど、それまで入れなかったっていう。だから今一応ドラムは叩けます。楽譜も読めます。そう、リズムが取るの上手くなったんですよね。だから私はダンスでもリズムを取るのは得意です。夜にかけるを3年生の卒業セレモニーで弾いて、叩いて、ドラムをと、あとは、あ、なんていうんだっけ、タタタラタタ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 タみたいなやつがあるじゃないですか、その曲が。そう、その曲も弾いた。そう、だから私も楽器は得意です。だけどレイヤちゃんほどそういういろんなもう大物楽器は弾けません。打楽器とかメンバーとバンド組むのは何担当したい？ドラムやってみたいですね。でも私ドラムっていうか、あの大太鼓、皆さんっていう大太鼓、あれベイドラって言うんですけど、私大太鼓がすごい得意で、あの簡単そうに見えて意外と難しいんですよ。あの大太鼓って一つのバチを持ってこう叩くと思うじゃないですか。2本持ってこうやる時もあるんですよ。すごくないですか？そう、私それがすごく得意で、いつもその役をしてましたね。皆さんも楽器得意です。あ、スティック指で回す回す、くるくる。そう、3期生さんがバンドを組んでて横で見てたんですけど、すっごいかっこよくて、もうかっこよすぎてすごかったです。 Give me five。 本当にすごいです。本当にかっこよかった。私もねギターをね、あの したお父さんができてて、私できなくて、ギターを中学校の頃に習うんですけど、ギターをね、全員その時にあのギターを本当に習ってみたくて、もう弾けるようになってみたくて、家にギターがあったからそれで練習してたんですけど、挫折しましたね、3日ぐらいで。だから本当にギターは無理ですね、本当に。しかもなんか国展でも夢のデッドボディってやってるじゃないですか。歌いながらあれを弾くっていうのが私にはできなくて、すごいなって思いました。手に必死になっちゃいそうじゃないですか。そうそうそう、ちょっと楽器について語りましたけど、だから私は楽器も得意ですよっていうのを覚えててください。そう、弾き語り難しいよ。歌いながらダンスできる。それはそうだね、それはできるけど、やっぱ慣れなんだ。3日間続けるだけでもすごいこと、本当に嬉しい。私も太鼓の達人めっちゃ得意。
私からすると踊りながら歌うも本当、本当にそれは考えたことなかったけど、やっぱそういうことか。歌いながらダンスも、いや難しくないです。私は結構歌詞で、歌詞と振りが合ってる時があるんですよ。例えば空を見上げたとか、こういう振りとか、そうあるんですよ。そういうので覚えてるから、なんか歌いながら言うできちゃうよね。わあ、マッサ、マッサタワーありがとうございます。桜の木のタワーありがとうございます。なんで嬉しい、全然なんでもない日なのに嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、マッサありがとう、ありがとうね。なんで桜の木嬉しい、なんでもないのに全然大丈夫ですよ、無理しないでください。インカちゃんジャンダルクが好きで嬉しい。タモちゃんペニーありがとう。福岡は桜咲いてないから、咲いてないと思います。まだわかんないけどね、私の家の周りに桜の木がないからかも。明日のパジドラは何のユニットかな、何のユニットかな。予想しててください。明日のパジドラ見るよって方、配信とか来てくれるよとかあったら教えてください。配信で見るよとか、頭の中で見るよとか、配信も見れないけど想像して見るよとか、あ、X で見るよとか、 X の投稿で見るよとか、はい、行くよ。嬉しい、みんな来てくれるの、行くよ DMM で、お DMM でありがとう、行くよ行くよって言ってくれてる、ありがとう。テスト失敗お願いします。どうかな、ヤフーになったからと、そう、明日のモーニングルーティンでしょ。私全然モーニングルーティンないです、いつもバラバラ。配信で見るよ、ありがとう。リンガの可愛さには桜負けてる、いや全然負けてないです、もう桜の方がとってもとっても綺麗。 DMM で見ます、嬉しい、 DMM でみんな見てくれてる、嬉しい。じゃあカメラにもいっぱいアピールします。お、大分のイベント、そうだね、大分のイベント行ってください。皆さん自己紹介一番目でしょ、いや違います、私一番目したことないのよ。あさって卒業式やるから、卒業式おめでとう。お、明日23時まで仕事なので、頑張ってください。 X で見てください。優しいリンカ全然26目、そっか26はココハも出るからか、そっかココハも出るからか、DMM の最前でリンク展開です。ああ頑張りますね。ちょっと明日はちょっとカメラに向かってやりたいことがあるんですよ。やりたいことができるユニットなので、本当にカメラに向かってやりたいことがあるです、本当に。でも一回もまだ成功したことなくて、一回も恥ずかしくてできてないので頑張ります。あと5分です、やばい、やばくはないね。みんかちゃん一声かめてね、ありがとう。まあ見ててください、明日のお楽しみで。では、はい、男女読みしたいと思います。いきます。13位ひろたんさん、ありがとうございます。12位、これなんて読むんだったっけ、かんもりなんだっけ、かんもりちゃんでいいかな。ありがとうございます。11位ひしみらこさん、ありがとうございます。
10位たけさんありがとうございます。9位あずまいしさんありがとうございます。8位のりさんありがとうございます。7位隣のトトロさんありがとうございます。6位けんさんありがとうございます。5位かねこさんありがとうございます。4位たもちゃんさんありがとうございます。3位たけたけさんありがとうございます。2位ヨッシーさんありがとうございます。そして1位はじゃん、まっさんありがとう。まっさんありがとう。ちょっとめっちゃもうマシンガントークをしちゃったんですけど、明日のパズドラ楽しみにしててください。ではおやすみ。